本日11月28日は太平洋記念日です。1520年の今日、ポルトガルの航海者フェルディナンド・マゼランが後にマゼラン海峡と命名される南米大陸南端の海峡を通過して太平洋へ出ました。彼は世界で初めて船での世界一周を成し遂げ、地球が丸いことを証明。 太平洋の広大社の発見により、地球の概ねの大きさを示し、世界の知識の確立に大きく貢献しました。以上、手塚山学院放送部がお送りしました。